立命の書。陰出録を読む安岡正弘著。本書は民末の学者、遠良本が、息子の遠天慶に書き与えた陰出録の講和録です。陰出録の貫くものは、人間の運命、宿命というものを自らの努力により、立命に転換していくことができるという思想です。長い人生において、運、不運というものは確かにあります。しかし、 天命は自分から作り、服は自分から求めている。と、司教や慶書の教えにあるように、運を招き不運を呼ぶその根本は、それぞれ自分自身が作っているのです。本書の概要。代々医者の家庭に生を受けた両本は、早くに父を亡くし母の手で育ちます。そして母に従い家業の医者になる要勉強に励みます。ある時、 両本の将来について伝えに来たという仙人のような雲南人の孔という老王とじデ寺で会い、その孔から、あなたは将来役人になる人間で、来年から家居の学問をどんどんやるようになる運命だと伝えられます。その晩、孔老王は両本の家に泊まり、両本が運命を占ってもらうとよく当たるものだから、両本も家居の試験を受ける気になり、 家境の勉学に励んで試験を受けてゆくと、老王の占う通りに試験に合格していきます。そして、良本はすっかり人間は運命が決まっているものと固く信じるようになるのです。しかし、その後、南京の聖家さんの運国全史から、本当の運命とは我より立つる立命でなければならぬということを教えられ考えを一変し、今度は自分から自発的修行をやるようになるのです。 そうすると今まで老王に占われた予言が全部外れてきて、できないと言われた子供もでき、死ぬと言われた日が来ても死なない。そこで、本当の運命に改眼するという物語です。本書では、立命の学の他に兼距離中、赤前開花、四つの章で構成されています。中でも赤前の章の愛嬌で心を養うは新婚に響いています。は人を愛し、 礼を知る者は人を敬する。だから常に人を愛し、人を敬する心を失わぬことを二礼という。人には親しい人、そうでない人、身分の尊い人も癒しい人もいる。知恵があって賢い人、愚かで不詳の人もあり、万人万様それぞれ違う。しかし、皆同胞であり我と一体なるものである。だから皆愛し敬するべきである。愛嬌は笑顔につながります。 普段の生活、ビジネスにおいても人の心を和ませることのできるのは笑顔です。私は立命の心と愛嬌で人生を切り開き続けていく所存です。本書は精神的活力と勇気を与えてくれる箇所です。